追い込んでいます山本。振らせました空振り三振ワンアウト。見極めも難しいですね。ですよね。序盤打ち出してからすごく、はい、その一発警戒ですね、はい、ここも簡単に三振を取りました。8球目ここも三振だ。1番2番3番初回は山本三者連続三振でした。初回ライオンズ0点です。バット回っていました。山川三振。中村二塁に残塁に終わってしまったライオンズの攻撃。だからまあいい争い、ね、あのファームにもいっぱいいい選手いますしね、今ね、はい、例えば中川選手だとか、ねえ、一軍にずっと、空振り三振に切って取りました山本。ツーアウト満塁のピンチを脱しました。ライオンズは0点です。3回表を終了して2対0、オリックスリードです。2020年、その森から三振を取りました。ワンアウト、7個目です。三球三振ツーアウト、三振8つ目です。遊びなし。この回も三振3つ、9個目の三振を取りました。そうでしたね、またフォークものすごい落ちたんですよ、はい、三振を取りました。10個目の三振です。ワンアウト、三振を取りました。11個目スリーアウト。6回表山本投げ抜きました。3対0、力みすぎているので、まあ、力まないようにすることを意識しながら、まあ、試合の中で修正する練習を常にしてきたそうです。まあ、それが、あの9月は結果につながっているという手応えの話もしていました。ここで三振を取りました。13個目の三振です。数字はグッと良くしています。三振を取りました。今シーズン自らの最多三振、13個から14へ乗り換えました。スリーアウト。8回表を終了しました。大阪の試合は3対0、山本好投が続いてオリックス